にちは、フェルナンドこと竹谷です。友人と丹後半島に釣りと海水浴を兼ねて2泊3日で出かけます。第1日目の今回は丹後半島をぐるりと一回りします。さて釣れたのでしょうか。それではどうぞ。8月2日、友人宅の近くの駅で待ち合わせをします。ちょうど近鉄特急火の鳥が通過していきます。車を売ってから私の車はありません。遠くに行くには友人の車で連れて行ってもらわなくてはいけません。新名神は走りやすいです。御在所だけがくっきり見えます。土山サービスエリアで休憩します。草津ジャンクションから KG バイパス方面に向かいます。そして京都縦貫道を行きます。今回の旅は丹後半島です。宮津を越えて天の橋立まで行きます。由良川パーキングで休憩します。伊根から丹後半島を回って海水浴をし、昇天橋で泊まります。天の橋立の付け根にある元伊勢大神宮に来ました。この神社から伊勢に天照大神が移ったため、この神社と社名を改め、元伊勢の社として知られています。確かに伊勢神宮にも通じる立派な社です。次にこの神社の奥宮である真内神社へ向かいます。歩いてきましたが車でも来れます。ここ真内神社で祀られていた豊受家の大御神が伊勢神宮下宮へ移りました。ここから先は撮影禁止です。海岸線を走って伊根に来ました。船屋が軒を並べる姿は日本の原風景です。船屋とは1階に船を収納できる施設を持った作業小屋です。今回の旅のもう一つの目的は釣りです。魚がたくさんいるので釣れるかな。ちょっと大物を狙います。約1時間いましたが全く当たりもありません。道の駅に行きました。ここでお昼ですがカレーにしました。道の駅からの船屋群の眺めは素晴らしい。
先ほど釣りをしていたところです。久美浜方面に向かいます。途中で良さそうなところで海水浴にします。竹野海水浴場というところで泳ぎます。地元の人が来るような場所です。初めての海となります。久美浜に向かいます。途中ことびき浜を通ります。久美浜の商店橋地区に来ました。本日巡ったこの神社、稲、竹野海水浴場、商店橋の位置関係です。釣りポイントを探して釜井浜海水浴場に来ました。その取っ手から釣りをします。そんなに混み合ってなくて良さそうなところです。結局私が釣ったフグ1匹だけでした。リリースしました。時間も時間なのでこれで宿に行きます。先に食事にします。おいしくいただきました。お風呂に入ってもうおやすみなさい。朝5時起きですのでバタンキューです。いかがでしたか。明日は丹後半島で釣りをして泳いで、そして琵琶湖に向かいます。ご視聴ありがとうございました。